するしない。どうも、ひなたいこです。今回も MJ 打っていきます。ここからまたトンプ戦に戻って4人の麻雀を味わいたいと思います。では参りましょう。はい、よろしくお願いします。なんかアイコンっていうかアバターがダンディーな人が多い。プレイヤーはシャーチャです。今シーズンはね、小山さんと土田さんの声を聞きながら私は参戦しています。そして解説は土田浩翔です。よろしくお願いします。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。チュン1個目泣きませんでした。もし誰かの早いリーチが入ったらチュンとか落とそうかなとか思ってます。で、2枚目のチュンどうしようかなを考えてるんですけど、結構泣かないことの方が多いんですね、私。ピンズ打っていくよ。6、7、8はテント見ながら。2枚目泣いてもね、1000点とかはね、微妙で、これドラも泣いてなんでね、あんまり前のめりたくないなと。我が静寂に包まれている。さあ、この方向はスルー。三品から行って白心牌というわけで、ちょっと泣きなしに変えちゃいます。引いてくる分にはね、いいけど。場は膠着状態だ。これはなあ、あっという間にイーシャンテンだ。上がりまであと一息です。かな、ないな。均衡を破るのは誰だ。一通の目があったんだよね、急走残したね。対面捨て牌にチュンチャンパイが並んでいる。でもまだ誰もリーチ来ないね。そろそろ来てもおかしくないな。重い空気のまま場が進行している。キャンワン、テンチョン、あっとオヤリーが入った。プレイヤー行くのかな。果たして追いつくことができるのか。これね、本当あんま行く気ないんで。ここは一歩後退。ドラも赤もない手です。渡す。これは華麗な打ち回し。パンワン通ってる。ローピンも通った。テンパイ取れそうなら取ろうかな。ヒナタ、いいシャンテンだ。有利な街にしたいですよね。誰かローピン持ってるな。スーワン。このまま静かに場が進行していくのか。いいシャンテンだけどさ、スーワンが打てるかな。打てないかな。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。キングとパーワン、転送、発生どうする。これは対面の現物ですよね。同級層も否定できないし、ちょっと今回もう撤退しました。一体誰なのか。赤子6、スーピンも現物だけど連戦の方がね。息を呑む攻防が続いている。龍曲対面の一人転敗ですね。自分が5枚も持っているとこでしたね。で、これ親は流れるんでね。本2曲、ドラは数は、プレイヤーはなんちゃです。お、ほう、ほう。最初にプレイヤーのハイパーについてどう見ますか。トイツが4組ありますね。チートイツ狙うかな。さあ、ここからどう打ち回していくのか。土田さんはチートイツ狙うって、狙わないかな。トンポンだしな、狙わないかな。誰が一番最初に仕掛けるのか。ワンズがちょっと横に伸びると嬉しいんだけどな。伸びる、あ、ハクポンだって。いきなり仕掛けていった。
泣きましたね。あ、この変化は嬉しいので、ちょっとこっち来ていきましょう。どんどんどこなの、一体どんなドラマが待ち受けているのか。スーピンはいらないね。前のめりにちょっと行くよ。各社どんな上がりの形を思い描いているのか。イーピンやチーゾーから泣くかをね、考えといてもいいかも。多分私は声が出ないんですけど。魔王制する人物は一体誰なのか。つもぎりが続いてしまった。さあ、あ、ボン。すごい。これでマークドラいただけたけど、これドラ出てきたってことはもうダメじゃん、大体。何切ろうかな、次。トーンバックになってるから、本材出たら、関連腕のところを外していくんですけど、あ、ここで外してもいいかな。もし初来てくれれば、初はションパイですからね。とりあえず初かトンのね、どっちかの役配でいいわけだもんね。シモちゃん、マンズを連打している。本当だ、マンズ切ってますね。で、ナンはアンパイか、3枚切れ。場に緊張感が漂っている。おー、6も出てきた。なんか手役狙ってんのかな。ドラもね、先に打ってるし。さあ、トンポン。で、これでもう初いなくてもいいんで。あ、うん。でもチュン切ってるから台はない、台三元はない。いいキャンテン。リアンソー。うわ、ソーズ嫌な感じ。もうでも高いんでいきます。こんにちは。すいません。ありがとうございます。よかった、通った。しもちゃん、ここで噛んだ。噛んだって。Q1 パーソー手出しでね、役本一は満貫なんですよ。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。え、ローソー、神ちゃん、ここは統一落とし。シャアとかおかしいじゃん、もうこれどうする。切ってみる。残り時間が少なくなっているよ。悩んでる場合じゃなくなってきてる。場を制するのは一体誰なのか。ひなた、ここは仕掛けるのか。ひなた、テンパった。待ちも、ロン。ここで下茶からロンの声。打ってもったよ。幸先のいいスタートを切りました。でもね、なんかさ、変だなと思ったトイトイの方でしたね。ヤクヤクトイトイ、ヤカアカ。あ、トイトイじゃない、リャンウソ。リャンウソのね、トイトイ変化もある形なんだね。トン3曲、ドラはペイ、プレイヤーは親です。はい、お高かった。現在のトップは下茶です。まだまだトップも狙える位置ですよね。狙いましょう。どんなドラマが待ち受けているのか。トン下茶、いきなり仕掛けていった。ひなた、早くもリアンチャンテン。ここから何を引いてくるか注目ですよね。カンちゃん2つにペンちゃん。さあ、この牌に反応するか。ここはスルー。ペンちゃん2つでね、あんまり良くない。各茶どんな上がりの形を思い描いているのか。ここ外そうかな。お、これ嬉しいな。ピンズとソーズどっちがいいかな。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。上がりまであと一息です。イーソー2枚に水ね、下見えてなかった。さあ、ここも我慢した。バックイーピン、さようなら。これ泣けるのとりあえずないんで変えちゃおう。場を制する人物は一体誰なのか。わかんないからね。ああ、この掃除の横伸びはチー。しもちゃん、はい、早くも2風呂目だ。多分かわして、ここはドラを引いた。あれですね、ちょっと後継目指します。ここは一歩後退。あんまり自信がない。各社どのように打ち回していくのか。優雅すぎるかもしれないけどね。ちょっと大き
きく行こう。ひもちゃん、捨て牌にチュンチャンパイが並んでいる。そう。考え込むとね、無言になるからな。ふわふわ行く。相手の出方を伺っているのか。まあね、天杯でもおかしくないんですけどね、むちゃさん。周り緊張感が漂っている。はあ、少し場が落ち着いてきたか。ほんとね、いいピンはあんこになりました。6か7のマンズさえ引ければ最悪仕掛けていけるのに、シャンポンもペンチャンも何にも入ってないな。捨て牌は静かだけどね、私の。これでか、こっちかな。息を飲む攻防が続いている。日向ポン、しもちゃんポンだ。そういうことか、先に打ってたんだね。はいはい、そうね、そういうことね。あ、ピンズは伸びないと見たのか。ピンズは伸びないというか、3色のポンテンを取れるようにしました。感動腕の受け入れとシャンポン。このまま静かに場が進行していくのか。ピンが通るかはちょっとよく分かりませんけど、通りました。6が1枚、4は誰が上がりを勝ち取ることになるのか。おっと、あ、ここ泣きなじになってた。あー、泣かなきゃいけないの。ボンでしまった。よかったよ、泣きなじになって。オレンジ色は泣きなじだ。あー、今、いや、なんであれボンって。あー、終わった、今1曲終わった。まあ、うまく打たれてしまいました。焦ったわ。はい、すいませんでした、取り乱しました。あのリャンワンにも心の中からポンだと思ってたのに、全然ポンの表示出なかった。これだからポンとかポンしぬるしないのあれを消すのが怖いね。トン4曲、ドラは急走、プレイヤーはペーチャです。オーラスじゃないですか。この試合もいよいよオーラスを迎えています。日向、最後に見せ場を作ってほしいですね。さあ、どのような結末が待ち受けているのか。3着まで8300点、トップまで、これは行こうかな、トップまで17700点。場が静寂に包まれている。かなり離されましたね。これは満貫クラスまず作らないと意味ないですね。これで一歩前進。ここからが腕の見せ所ですよね。マンズ集める、あんまりな、集めてる場合じゃない気がするな。だったら一通とか。あ、もうドラが出てきましたよ、トイメンさん。場は膠着状態だ。さっきのね、上がりでトイメンの方トップ目ですからね。もういいよね、だってね、つもぎりが続いてしまった。何でも安けてもね、上がれば終わり。大変だよ、これラスになっちゃう。重い空気のまま場が進行している。なんだよこの着方。ひなた、これでリャンチャン点。方針が定まってきましたよね。リーチ打ちたいね、せめてね。この赤ウーピンは使ってリーチかけられる手順にすると、誰が一番最初に仕掛けるのか。フライチで、あっと、ここで仕掛けていった。ラスは嫌だもんね。てかもうドラが3枚見えましたよ、この場。急走が。キモちゃん、ここは統一落とし。みんな私にラスやれってことなんだ。いや、危ない牌も結構もうラス目で何にも尺が落ちることがないので、各社どのように打ち回していくのか。さあ、この牌はどこも我慢したねえ。ない、しもちゃん、ドラがかぶってしまった。パーワン2枚目。おお、これでまあいっか。ひなた、いいシャンテンだ。ストレートに引けるかな。うん、いったよ。2-1が嬉しいな。あ、パーワン、さあ引いた。
これはリーチを打ちます。リーチ、さあリーチだ。これはもうね、間違い良くないんだけどね。リーチですか。土田さん、わざわざ間違い良くないとか言わなくていいからね。分かってる、自覚はしている。場に1枚切れ、自分で1枚使ってる。数万だもん。俺は思わぬ失点。まあうまく打たれてしまいました。ダイヤを、まあ、ワン切りでテンパイでしたね。はい、というわけで横移動、マンガンがやっぱり痛かったんだね。あとあれだ、ポンできる牌をポンなしにしてたやつだ。まあ結局上がれなかったかもしれないけど。ありがとうございました。ちょっとホワホワしすぎてた気がします。さあ今回はなんと残念4着ということで、1回も回すことは許されませんでした。1回くらい？ちょっとぐらい優しくしてくれたっていいじゃないか。ダメって言ってるので無理です。ちょっとね、楽しむよりも着順取りに行かなきゃダメだなとちょっと再反省して、次は頑張りたいと思います。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。次回も見てね。バイバーイ。